こんにちは、アドベンチャー沖縄です。秘宝なんですけど、本日ですね、僕那覇市安里にある民間の今月できた PCR 検査センターで PCR 検査を受けたいと思います。理由としてはですね、僕とちょっと接触がある人がですね、コロナの陽性になったため検査を受けることとなりました。なお濃厚接触者という連絡は保健所からは来ていないので、検査は一応受けることはできます。お値段がですね、沖縄県民限定なんですけど、翌日通知が来るやつが2000円、当日通知が来るやつが3200円となっております。以前ですね、別の動画でですね、 PCR 検査をですね批判していたんですけど、僕が受けることになっちゃいました。大変申し訳ございません。検査センターの隣にあるあさとサンサロコインパーキングは、検査を受ける方は駐車料金が1時間無料になります。那覇市内なので送るまで来るのは来にくいんですけど、8月いっぱいはキャンペーンでしてタダだそうです。ということで検査の方を終了しました。だいたいですね、30分ぐらい炎天下の中で並びました。かなり暑かったですね。そして検査を受ける方はですね、観光客などもおりました。検査内容としましてはですね、試験管にですね、5ミリリットルの唾液を入れるという感じになりました。5ミリリットルってどれぐらいなのって言いましたらですね、僕の場合ですね、唾液をペッペッペッと吐いてですね、だいたい10分ぐらいかかりました。かなりたくさんの唾液を使うんだなぁと感じました。唾液を吐くだけで結構疲れましたね。こちらの PCR 検査センターは那覇市松山にある PCR 検査センターと同じ系列店となります。一応濃厚接触者には該当しないみたいなんですけど、結果が出るまではですね、念のため自宅にこもっときたいと思います。なお陽性だった場合、 YouTube 投稿をしばらくお休みすると思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。そして検査を受けて思ったことが他にもありまして、この民間の PCR 検査センターですね、この那覇市内にばっかりあるんですよ。沖縄市とかにはほとんどなく、あの辺の方はですね、うるま市の検査センターか那覇の検査センターに来る必要があって、かなり不便だなと感じました。沖縄県は検査を積極的に受けましょうと言っている割にはですね、検査施設が全然充実していないですね。僕伊佐良辺に住んでるんですけど、あそこから車でこっちまで来てますからね。この検査受けに来るぐらいなので、公共交通機関は絶対使わないです。車持ってない人にも対応したような、検査施設の拡充をやった方がいいかなと思います。最近までこの検査センターの増設にかなり批判していたんですけど、周りにコロナが出て意見がちょっと変わりましたね。やっぱ当事者になってみないとわからないですね。そしてこの PCR 検査センターの場合ですね、当日に結果がわかる検査はあるんですけど、中北部の場合はちょっと時間がかかるようですね。ということでちょっとグダグダになったんですけど、 PCR 検査を受けてきました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。